東京六大学野球リーグ立大、慶大、14日、第1週1日目、神宮慶大、清原勝吾内野手、4年イコール慶応、が周期リーグ戦の初戦、立体1回戦に4番1塁でスタメン出場した。写真、観戦する境大、清原勝吾の父和弘氏立大の先発はエースの大畑一新投手、3年イコール智弁学園。対する清原は2回表。 先頭で第一打席初球の外角球をしっかり捉えてセンター開始したものの、立大の二塁手、田中翔と内野手、4年イコール仙台育英、がシフトを敷いて二塁ベース寄りに守っており、二塁頃となった。プロ通算525本塁打の清原和博、57、お父に持つ清原は、12日にプロ志望届を提出。夢を叶えるために、 この秋は打席での結果がより求められるシーズンになる。春季リーグ戦ではベストナインを獲得するも、本塁打はなかった。夏にインサイドアウトのスイングを徹底して身につけ、8月31日のプロアマ交流戦、日本ハム戦エスコンフィールドでは本塁打を放つなど成長を見せている。ネット裏では、第1試合の東大、総大戦から複数球団のスカウトが視察している。